異世界おじさん、さらに放送延期、カンコレも延期してたし、コロナの影響って大きいみたいです。にしてもほんとこの作品面白かったのにもったいないですよね。まあこれで話題になってるといえばなってるけど、それでもマイナスですよね。にしても放送日時決定してないのが不穏です。以上、異世界おじさんのお話でした。